司法省法学校は明治初期に司法省が管轄した名簿料を期限に持ち、フランス法を専門とする司法官要請のための教育機関である。単に法学校とも書かれる。後に文部省以官により東京法学校、ついで東京大学法学部物法科に発展解消した。時の司法教、江藤新平の主導により設立された。 1886年に帝国大学が成立する前までは、東京大学、法務省工部大学校、開拓市札幌農学校、農商務省駒場農学校とともに、学士の称号を与えることができる、限られた高等教育機関であった。卒業生は、西洋近代法を習得した最初の世代であり、その多くは裁判官、検察官として、 明治期の日本の司法を支えた。第1期生は、ギュスターブ・エミール・ボア・ソナードによる、旧民法などの法典編纂に協力し、民法典論争においては断交派の中核となった。また、第1期、第2期卒業生の多くが、フランス法系私立法律学校の創立者や校長、講師になっている。第3期生までは、生徒全員が完秘生であったが、 第4期生から一部始犠生となった。8年生の生息化のほかに、日本語により2年、内視3年間の法学教育を行った、促成化も置かれ、第3期生まで教育を行った。司法省法学校としては、第4期生が最後の生徒で1884年に文部省に移管された後、改正学校を前身とする東京大学法学部と、 統合され、1885年には、東京大学法学部仏法科となる、まかない性抜事件中途大学者、第1期生。ありがとうございます。